はい、コナンです。妖怪三国志やっていきたいと思います。前回のドンドロの京都イベント、お疲れ様でした。僕はね、なんとか一体仲間にすることができました。これでもね、相当大変だった。どんだけこれ落ちないの。相当ね、確率は低いんじゃないかと思います。まあでもね、一体落とせたんで良かったです。結構ね、イベント終了ギリギリぐらいだったんですけども、一応ねゲットすることができました。ポイントがですね、結構いきましたね。ポイントがですね、248万ポイント。ランキングで464位。ここまでやって、やっと1体落ちたっていうね。まあそんな状況です。まあドンドロなんですけども、まあ敵全体にダメージプラス力、揚力ダウンということで必殺技。これね、結構使えそう。そして取り付きが敵全体にじわじわダメージ。これもいいよね。まあ S ランクなんだけど、結構S ランクプラスぐらいの強さがあるんじゃないかと思います。さあ、報酬いただきましょう。結構ね、いろいろもらいました。なんかメンテが長かったよね。なんかイベント始まってすぐメンテみたいな、しっかりチェックしとけよっていうね、まあ多分ね、不具合があったんじゃないかと思いますけども。そして京都イベントの方は487位ということで、また札いただきました。今回はコインとかないよね。まあ札、ほぼ札だけみたいな、苦労した割にこれだけっていうねまあそんな感じありますけど、まあいいでしょう。さあ、パネルミッションなるものが追加されました。そしてガチャがね来てます。ちょっとコインがあるんで、コインでガチャ回したいと思います。さあ、いつもしコイン。さあ、ランクの高い妖怪が出る。本当に出るのか。なかなかね、出ませんけども。妖怪三国志ガチャね、結構無課金に優しくないよね課金者には優しい、まあ当たり前なんですけども、課金した人はなんか確率が高いみたいな。無課金と課金でガチャの排出確率を分けるっていうね、まあ、ちょっとね微妙な感じですけども、まあいいでしょう。まあ僕はね、無課金でやってるんで確率低い方でやってます。しかもあまりねガチャ回せてないんだよな。まあガチャ回さなくても、逆に言えばね、それでもまあそこそこ楽しめるんで、まあそこはいいかなと思ってます。さあ、マイルもね、なかなかたまりません。さあ、緑色コインいきます。色コイン。さあ、池ポチャからの、さあ、こいこいこい、 S ランク来ちゃれ。さあ、ウィスパー、これはあー C ランク、しかも貫突です。札に変わりました。さあ、妖怪大遠征ということで、まあ新しいイベントっていや新しいイベントだけど、ちょっとなんか前にやったようなイベントをちょっと改良しただけみたいな気もしますけども、まあやっていきましょう。なんかこれでなんか不具合があったんですかね。なんかスタミナがなくなったんだよね。そしてスタミナがないってことは、まあやり放題なんで、まあとりあえずはあのレベルをさ10まで上げてやってっていう感じにはなるのかな。なんか遠征レベルが高いほど、まあ価値が高いお宝、宝箱をドロップするっていうことなんで、まあここはどんどん上げて10にしてやると。でまあスタミナがないんでやり放題なんで、まあ基本まあバトルもオートだしとりあえずやっとけばいいのかなっていう、なんか微妙なねイベントなんですよ。だから特にこのランキングとかはなくて、まあお宝箱をドロップさせて、まあお宝ゲットしていくっていうね。まあそのお宝が、まあこれもねちょっと排出率がねよくわからないんで
微妙なんですけども、またドンドロみたいにね全然出ないかもしれないしね。まあ一応ね目玉のアイテムとしては小生の札とかね、小生の証、これはすごいよね。これはあの小生の妖怪解放するのにね必要なんですけども、まあ僕も全然ゲットできていないんで、喉から手が出るほど欲しいんですよ。そのまあ小生の証が遠征レベル10でまあ出るようになるということなんで、まずはこの遠征レベル10まで上げて、まあ、あとはひたすら周回して鍵を開けていくっていう感じになるのかな。まあこれもね考えてみれば相当やり込みな、ドンドロ越えのやり込みな感じはしないでもないですけども、まあとりあえず走れるだけは走ってみようかなと思います。遠征レベル1でもさ、小生痕のかけら、磁場にある劉備とかあるんで、まあこの辺欲しいんですけど、出るのか、ちょっとやってみた感じなんか縁側しか出ねえみたいな、僕の妖怪三国志の宝箱は縁側しか出ないっていうね、微妙です。まあ、ひたすら多分確率は相当低いんだろうな、この目玉が出る確率。宝箱は落ちるよね、これはまあ毎回というか。ちょっと開けてみましょうか。おお、縁側、漏れなく縁側なんすよね。縁側です。縁側以外出た人いるのかな。こっからはちょっと回復待たないといけないっていうね。ここでまあスタミナゲーっていうかね、スタミナゲーになっていく、ここでちょっと制限かかるっていう感じかな。まあ今回はそれよりもこっちだよ、織田信長が、これがね復刻でドロップゲットできるんで、まあ貫突していない人は、まあ僕も貫突していないんですけども、こっちをね10突まで持っていくのがメインかなと思います。織田信長はね S ランク相当使えます。そしてもう一体天狗、こちら僕は貫突してるんですけども、貫突していない人は絶対おすすめです。 A ランクなんだけど味方全体 HP 回復、そして取り付きでも回復なんで、もう回復の中ではナンバーワンです。だからまあこっちを走る、まあどっちかって言ったらこっちを走る感じかな。もうこっちで貫突している人があの宝箱イベントをやるっていうね、そんな感じだと思います。まあこれもね、この挑戦するパスがない人できないんで、まあパスはショップで買うこともできるんですけど、まあパスショップで買うなり、あのバトルでゲットするなりして、まあやっていく。まあ一応ねそんなに強くないです、まあ今となってはね。まあ前回最初に出てきた時は結構手強かったんですけども、今となってはまあ自分の妖怪が強くなっているっていうこともあって、そんなに大変じゃないです。まあ種族相性を取ってやって、あと信長が水に弱いんで、で火が得意で水に弱いんで、まあ水属性の攻撃出せる妖怪がいれば、まあより簡単に倒せます。まあなくてもね倒せちゃうけどね。一応2連なんだよね、2連なんで、やっぱり回復系を1体入れておいた方がいいかもしれないということで天狗入れてます。だから順番としては天狗先に取って、でこっちに入れて信長がやるってのがねいいのかもしれないね。さあいけるかな、もうこの辺りはオートで十分いけると思います。うさぴょーん、さあ行きましたね。さあ落ちてくれるかな、ダメだねなかなか厳しい。